なたとはこれでお別れかも。私決めたの。やっぱ私の進み道は女優しかないって。はい、3、2、1、シュー。てな具合に映画に出演してドカーンとブレイクしてみたり、派手なスキャンダルで雑誌の話題になったり。やっちゃったんですね。いいえ、私はやってません。舐めただけです。舐めた。つまりそういう舐めた人生を歩みたいのね。その通り。チュー。机の上に書類があったわ。受けに行くんでしょ、オーディション。でもこんな学生演劇部の部員が映画オーディションなんて、笑っちゃうわよね。私は笑わないわ。本当、私たちって友達じゃん。チュー。ごがい。や、君、そろそろ行こうか。はい。審査員のおじさま。審査員のおじさま。明日のオーディションの審査員よ。さあおじさま、お食事に連れてって。よしよし、君の言うことならパパは何でも聞いちゃうぞ。パパ。ちなみにオーディションで合格するのは一人きりってご存知かしら。